編集部です。今回は最強の通勤バッグ決定戦ということで20代の方におすすめのバッグブランドを取り寄せました。今回は前回に続いて第2弾となっております。第1弾の動画は概要欄にリンクを貼っておりますのでぜひそちらもチェックしてみてください。今回も姉妹サイトのバイマから20代に人気の高い通勤バッグをお取り寄せしてきました。今回も前回と同じく最強の通勤バッグにふさわしいかどうか判定するために全部で6項目をチェックしております。それではどんなバッグが登場するかぜひ最後までご覧ください。早速1つ目にご紹介するのはシンガポールのブランドのペドロのバッグになります。はい、前回もおすすめのバッグとしてペドロをご紹介したと思うのですが本当に高級感のある高見えバッグが多いのでもう1モデルを取り寄せしました。はい、今回お取り寄せしたものはベージュのカラーになっていてでこの斜めのカッティングがすごくスタイリッシュなカバンになっています。はい、可愛いですよね。すごいデザイン性があるなと思いました。素材は表がフェイクレザーになっていてでこの中の裏地が、フェイクスエード&ポリウレタンということで、まあ、ちょっと柔らかい感じになってますかね。そうですね。なんか触った感じもすごいしっとりしていて、はい、そうですね。なんか正直フェイクレザーに見えないなって思いました。うん、いや私もそう思いました。すごい高級感があって高見えバッグだと思います。気になる価格なのですがこのデザイン性なのになんと1万円台で買えるとのことですごい良くないですか。そうですね。はい、なので本当お手頃だけどすごいモードなバッグが欲しいっていう方はすごいおすすめなアイテムになっております。機能性なのですが実は調整ができるんですよね。ストラップのいろんな長さで持つことができます。この調整の金具もなんかこれすごいワンポイントですよね。個性的で可愛いですよね。はい、可愛らしいデザインになってますね。でこう中を開くとポケットが1つ入っているような仕様になっております。こちらのバッグの付属品としてこのポーチが付いてきたんですよね。ふわふわのそうふわふわのポーチが付いているので、まあ、ここにさらに小物を入れて、まあ、バッグの中にこうやってしまっておくとかもできるのかなと思います。あとは、この留め具の部分は、はい、マグネットでできているので、はい、すごい開け閉めが簡単っていうのがいいポイントだなと思います。重さを測っていきます。685g と、先ほどの付属のポーチを入れた状態でこの重さになっているので、まあ比較的軽い方なんじゃないかなと思います。こちらのバッグの収納力を試していきたいと思います。傾斜のあるデザインなのでこう A4 サイズとか実際当ててみると結構ご覧の通りちょっとはみ出てしまうような作りになっております。一応入ることは入るのではみ出ても気にならない方は入れることができると思います。今回はこちらを置いといて、それ以外のものをちょっと試してみたいと思います。まずはこういった長財布とか貴重品類から入っていきます。あとはこういった大きいペットボトルとかも一応はみ出ることなく入れることができたりとかあとノートブックだったりも入れることができます。ちょっとどんどん入れていきたいと思います。こういったメイクポーチだったりあとはまだ余裕があるのでエコバッグだったり小物類もこんな感じで入れることができました。あとはスマホもここにポケットがあるのでこういうところに入れてみたいとかすることができます。一応ここのマグネットの部分もちゃんとくっつけて閉まることができました。あとは一応ここにポーチがついてるので、まあ、ここにちょっと小物類を入れて、まあ、中にしまっとくとか外に出しても可愛いと思うんですけど活用していただければと思います。実際に持ってみた感じです。こんな感じで持つこともできますし肩にかけて持つのが一番楽なんじゃないかなと思います。今この5段階中一番長いところに長さ調整をしていてこれぐらいの肩掛け長さで持っています。斜め掛けはちょっと厳しいと思います。であとはもっと短くしてさらにちょっとハンドバッグ風に持つこともできるんじゃないかなと思
思います。ペドロのバッグ実際に見てみていかがでしたか？そうですね、やっぱり実際に見て思ったの、すごく高見えしますよね。本当ですね。色味がすごく素敵ですし、あとはフェイクレザーであるんですけど、すごくしっとりしてていい触り心地だなと思いました。このデザイン性がスタイリッシュで私も好きです。おしゃれですよね、はい。あえて、マイナス点上げるとしたら、PC を入れる際に入ることは入るんですけれども、ここはちょっとはみ出てしまうことはあるので、まあ、それが気になる方、はい、気にならない方はいらっしゃるのかなと思います。あとこの付属のポーチがついているのはすごくありがたいんですけれども、これモコモコ素材がちょっと季節によってはちょっと使いづらかったりとかあるので、もっと要望を言えばモコモコじゃない素材、同じフェイクレザーのものとかがいいなって思ったりしました。ね、可愛いですけどね、はい、これもすごいスタイリッシュで素敵なバッグですよね。ご紹介するのは韓国ブランドレックプロジェクトのこちら定番モデルのキャメルを購入しました。すごい人気の高い定番モデルです、ね、そうですよね、はい、前の動画でこちらの一回り小さいスモールを紹介したんですけど、すごく好評だったので今回大きいバージョンも購入してみました。素材はエコレザーになっておりますが、レザーっぽい感じの脂肪感っていうんですかね、うすね、はい、こう模様が、はい、見えていてかなり高見えするんじゃないかなと思います。あとはストラップのデザインがこのモデルの特徴でもあるんですが、こんな感じでバッグの本体からつながっているような感じのストラップになっていて、安定感があるのかなと思います。で、以前の動画でレビューしたスモールの方はストラップが調整できるようになってたんですけど、こちらの大きさは長さ調整ができない仕様になっております。お値段なんですが、こちら大きいサイズでも1万円ちょっとで購入できるので、すごくコスパのいいバッグだなと思います。機能性は中はこんな感じでガバッと開きますね。留め具のところはスナップボタンかなと思ったんですが、マグネットになっているのでこう力を入れなくてもパチンとこうストレスフリーに留めることができます。中に広めのポケットが1つついています。では重さを測っていきます。重さが 340g、やっぱりすごく薄い作りなので軽量ですね。こちらのバッグの収納力をチェックしていきます。まずはじめに PC を入れていきたいと思います。口が狭めに見えるんですが結構スルッと入りますね。ちゃんとすっぽり入りますね。そうですね、留め具のところは隠れてしまうんですが、はみ出すことなく入れられました。で、A4 の書類を入れていきます。こちらも入りますね。結構スルッと入っています。では続けて他のものも入れていきます。ボトルとか、あとは長財布も高さがあるので横でも入りますし縦でも入れることができます。そしてキーケースだったり、あとはスマートフォンはこちらのポケットに入れたいと思います。結構ポケットが横に広く大きいので、まだ何かカードケースとか何か小物を入れられそうです。ハンカチとかメイクポーチなどの小物類も入れていきます。ね、ちょっと容量が少し余ったのでノートもついでに入れてみたいと思います。はい、こんな感じで口は閉まらないんですが、この薄さの割にはかなりたくさん入ったんじゃないでしょうか、うん、横から見た感じはこんな感じで、これでもまだスリムな印象ですね。実際に持ってみました。こちらのサイズですとストラップのサイズ調整ができないので、こんな感じで肩掛けでやっていただくのがメインになると思います。かなりストラップがすごく太めで安定感があるので、重いものを入れた時肩の負担がすごく少なそうだなと思います。ただちょっと革が薄めなのでちょっと肩から滑り落ちちゃうような感覚があるので、持つ時は手でしっかりこう持ってこんな感じで持つのもおすすめですね。こちらのバッグ実際にレビューしてみていかがでしたか？はい、とにかく軽いのにこの大容量入るっていうのがこのバッグのすごいところだと思いました。あとはこの持ち手の部分が太いのでたくさん物を入れても結構肩疲れにくいんじゃないかなと思いました。そうですね、結構いろんな面で優秀ですよね。通勤バッグとして軽いですし、軽さの理由としてはやっぱりこの素材が薄かったりっていうのがあると思うんですけど、やっぱりちょっと使っていくうちにもしかしたらフェイクレザーなので
ので、うん、少し劣化がもしかしたら見られるのかなと、まあ、予想ですけど思いました、うん、なので使いに少し注意しながら使っていくのがいいのかなと思います、うん、ただ1万円台のバッグとしては大変優秀なバッグなんじゃないかなと思います。3つ目にご紹介するのはこちらのイタリアのブランドマルコビアンチーニというものになります、はい、レザーのトートバッグになるのですがディーベージュというカラーのものを今回は購入しました。素材は全てリアルレザーとのことですごいですよね。そこも全部リアルレザーでできたバッグになっていてすごくシンプルなタイプのトートバッグになっております。全部リアルレザーでできるんですけれども価格はなんと1万円台前半で購入できるとのことでお得感たっぷりなんじゃないかなと思います。本革にこだわりがある方にはいいですよね、はい、すごく革も柔らかくて割り心地がいい感じになってます。バッグの機能性なのですが 2way で持つことができて、はい、こうやって持つのとあとはストラップもついてるんですよね、はい、こんな感じでストラップもついていて6段階で調整が可能になっております。中の作りはすごくシンプルでして特にポケットもなくこんな感じですごいシンプルな作りになっております。とにかくなんか革が柔らかいので馴染みやすいのがいいですよね。そうですね、すごい馴染みやすくてあとこのカラーもすごいなんかどんなスタイルにも合いそうだなと思いました、はい、実際の重さを測っていきます。420g とオールレザーのにしては結構軽い方だと思います。こちらのバッグの実際の収納力を見ていきたいと思います。まずは13インチの PC だったり A4 サイズの書類をちょっと入るか見ていきたいと思います。縦に入れてみるとこんな感じで入ることにはすっぽりと入りました、はい、ただすごい革が柔らかいので若干下が重みが出ているような雰囲気にはなってしまいますね。ただ一応入ることにはじゃあこのまま他のものも入れていきたいと思います。ちゃんと高さがあるのでこういったペットボトルも縦に入れて全然余裕に入れますしあとはこういったお弁当箱もこうちゃんと入れることができます。革はとにかく柔らかいので入れやすいですね、はい、あとは長財布なんかも隙間とかに入れることができたりポーチだったりとかキーケースもこういった隙間にどん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 入れることができます。あとは細々したものも入りそうなのでハンドクリーム、ハンカチ、エコバッグなどもこうやってどん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 本当にどん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 物は入るようなイメージとなってます、はい、であとは iPhone もポケットがないのでちょっと出しにくいかもしれないんですけど外側にこうやって入れておくことができます。もしかしたらここに金具があるので、はい、ここになんか携帯のストラップとかなんかポーチとかぶら下げたりとかするのも良さそうですね。そうですね、そういう工夫があるとさらに収納しやすそうですね。ついでにですがノートも入れておきます。はい、こんな感じでかなり収納力はある方なんじゃないでしょうか。やっぱり革がすごく柔らかい分この開き具合がありますし、うん、この横の部分もちゃんと伸縮性があるのでしっかり入るなと思いました、実際に持ってみました。こんな感じで本当トートバッグみたいな感じで手に持つことができたりとかあとはこう肘にかけて持つことができます。肩にかけることもできなくはないんですけどちょっと外れやすいかなといった感じなので、まあ、ストラップをつけない場合はこうやって肘にかけたりとか手に持つのが主流になるのかなと思います。あとはストラップがついているので今6段階中真ん中の部分につけているのですがこんな感じで持つことができます。ただちょっと真ん中でも私155センチなんですけど結構長いのでもうちょっと短くしてもいいかなと思います。と今一番短くしてみました。一番短くしてこれぐらいですね。これでもちょっと私の身長だとちょっと長いかなというふうに思いますが身長の高い方であればちょっと腰ぐらいになるのかなといった感じです。でマルコビアンチーニのバッグを実際にデビューしてみていかがでしたか、はい、そうですね、やっぱりこの価格で全てオールレザーっていうのは貴重なんじゃないかなと思います、うんはい、そうですね。は色味ですよね、うん、色味がグレーというかベージュというか、うん、もう絶妙なニュアンスカラーで、うん、結構大人の女性の方もいろんなファッション合わせやすいんじゃないかなと思います、はい、ちょっと気になる点としてはすごく革が柔らかいのとあと底板がないっていうこともあって、うん、やっぱ結構自立がしにくいバッグ で、ね、結構グニャ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 、うん、柔らかいですよね。のがまあちょっと扱いにくい方もいらっしゃるかもしれないです。ただまあ物はとにかくいっぱい入りましたよね。なの
がいっぱい入るバッグとしてはすごい優秀なんじゃないかなと思います。ということで今回は最強通勤バッグボリューム2ということで3つのバッグをレビューしていきました。どのバッグも1万円台でご紹介したんですが、こんな風に高見えしてかつ機能性もおしゃれ感もあるっていうバッグをお探しの方の参考になれば嬉しいです。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。